皆さんこんにちは、クロウです。クロウの袋日記ホビー始めていきます。はい、今日紹介するおもちゃはこちら、タカラトミーより発売のトランスフォーマーレジェンズ LGEX ブルービッグコンボイです。はい、こちらはタカラトミーの専門通販サイトタカラトミーモールより限定受注発売されましたトランスフォーマーレジェンズのブルービッグコンボイですね。こちらは先月ですね、今年の1月にじゃん、アニメカラーバージョンのリカラーとしてですね発売されました、再販ですね、復刻発売されましたビッグコンボイのリカラーアイテムになっていますね。ビーストボーズネオが放送されていた当時にテレビくんかテレビマガジンかそういう雑誌のですねプレゼント企画としてあったものの、まあ再販というような感じらしいですけれども、青いビッグコンボイといえば僕も以前レビューしていますが、こちらのウルトラマグナスカラーのビッグコンボイ、ウルトラマンモスもありましたけれども、この青色とはまたちょっと違うですね、ダークな感じ、深みのある感じのビッグコンボイになっています。コンボイキャラクターのリカラーアイテムというのはですね、今までにもいくつかありまして、白いコンボイだったらウルトラマグナスだとか、黒いコンボイだったらブラックコンボイとかネメシスプライムとかもいろいろありましたけれども、青いコンボイもですねいろいろいくつか出ていまして、他にはですねこちらじゃん、トランスフォーマーレジェンズの時にもありましたね、コンボバット、これはビーストウォーズのコンボイの別の姿ということらしくてですね、テレビとかアニメには全然出なかったんですけど、おもちゃのアイテムとしてコンボバットというですねコウモリ型のコンボイがあったんですが、それのレジェンズ版ということでですね、e ホビーという、通販サイトなのかなという、コラボしたアイテムでですね、このブルーコンボイ、コンボイのブルーバージョンがありまして、これ以外にも、変形のトランスフォーマーのコンボイのブルーバージョンでマグナコンボイとかもありましたけれども、それのですね、系列というか同じような系譜になっていて、パッケージデザインもですね似たような感じになっていますが、今回のこのブルービッグコンボイはですね、その e ホビーとの コラボとかそういうのはちょっとないみたいですね。はい、パッケージはこんな感じですね。前面にはめちゃくちゃかっこいいイラストが描かれています。側面はこんな感じ、ビーストモードとマンモスタンクモード、ロボットモードがあって、反対側もイラスト、背面はこんな感じです。ここにちょっと説明がありますね。懸賞品として少数が配布され幻の一品と言われたブルーカラーのビッグコンボイをベースに復刻版の発売に合わせてスペシャル仕様で製品化ということです。形自体、物自体はですね、この間再販されたですね復刻版のビッグコンボイと全く同じでですね、タンクモードとビーストモード、ロボットモードに変形できますが、スペシャルカラーのブルーカラーになってます。はい、では開けていきましょう。じゃん、中身はじゃーん、こんな感じです。復刻版のビッグコンボイと同じような感じ、ほとんど同じような形のブリスターですかね。本体とミサイル類があって説明書があります。紙類は2つに分かれていて、こちらはトランスフォーマーレジェンズおなじみの機体キャラクター説明と、じゃん、ミニ漫画になっています。そして説明書はこんな感じですね。ブリスターから取り出してみるとこんな感じですね。復刻版のビッグコンボイの時と同様にビニールでぐるぐる巻きになってますね。永久凍土から掘り起こされた冷凍マンモスみたいな感じです。付属のマンモスハーケンはこのサイドに装着して収納、
ちもちゃんと入れることができます。よいしょ。そしてミサイルは後ろですね、お尻の鼻に入れる感じ。あれ、電源できた。よいしょよいしょ。これでビーストモードが完成。ビーストモードはこんな感じです。色合いはやっぱりですね、ちょっと暗めの青系ですね。水色より全然暗い、ちょっと紫に近いようなカラーリング。牙の部分は濃い紺色ですね、本当に黒に近いような紺色。目の部分は瞳の塗装はなくて一色ですね、ちょっとボディの色よりかはちょっと濃いめの色合いになってます。カラーリングが違うだけで可動部分、ギミックもですね、通常版と全く同じになってます。マンモス3体並べてみました。こちらが復刻版のビッグコンボイ、今回のブルービッグコンボイ、そしてウルトラマンモス。カラーが変わってみれば雰囲気もまた変わって面白いですね。キャラクター性も違ってきます。トランスフォーマーにとっては本当にいい商売方法ですね。今回のこのブルービッグコンボイですけれども、今までのビッグコンボイとかですね、ウルトラマンモスと変形工程とかですね、全く同じになりますので、今回の動画ではその変形過程とか方法っていうのはですね、紹介せずに割愛していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ではタンクモードへ変身。はい、こちらがマンモスタンクモードです。相変わらず最高な感じですね、グロテスクな感じになってますけれども、ビッグキャノンの先端も濃い紺色になっていて、ちょっとですねカラーリング的にはメリハリがついた感じですかね。中身のビッグキャノン本体はグレーの成型色になってます。はい、では続いてロボットモードへ変身。ブルービッグコンボイロボットモード、はい、全体はこんな感じでした。側の暗い感じのブルーに対してですね、顔はメタリックの鮮やかなブルーですね。マスク部分はシルバー、目はメッキパーツ、金メッキパーツを使用していて、かなり映えますね。それ以外のパーツ、肩の部分とかは顔のメタリックブルーに近い感じの成型色、太ももは明るめのシルバーグレーな感じですかね。さっきパッケージで見たですね、写真ではちょっと暗い印象だったんですが、実際に箱を開けてみるとこういう明るめの色調になってます。胸のサイバトロンマークはちょっと外からは分かりづらいですが、赤いクリアパーツに金メッキ出てきてます。周りはブルーのクリアパーツ、中を開けてみるとここで赤いクリアパーツが分かりますね。マトリックスが入ってます。マトリックスは取り外せて、銀メッキのパーツにブルーのクリアパーツが入っています。こんな感じ。これはこちらのウルトラマンモスと同じものっぽいですね。もちろん手に握らせることもできます。腕に収納されてるトンファー、これもカラーリングは濃いめの紺色ですね。牙とかと同じ色合いになってます。出して逆手に装備、渋くてかっこいいですね。脚部、足の部分も牙とかと同じ濃いめの紺色ですね。こ
横のパーツがシルバーで綺麗に塗装されています。ハーケンが水色でですね、淡い水色になっていて、全体的に色のメリハリがあっていいですね。ハーケンはギミックで飛ばすことができますし、ちょっとスポスポしますが、一応ですね、手に持たせて武器として見立てることもできますね。ビッグキャノンはこんな感じです。塗装もですね、特になく成型色ですね、紺色のパーツにシルバーグレーっぽい成型色、ミサイルは水色ですね。これがなんかカラーリング的には今までのビッグコンボイの中では一番兵器っぽい感じですかね。ここにグリップが収納されていて、取り出して手に持たせることができます。全体的な強度はかなりしっかりしていますね。どこもへたりたりブラブラしたりするところはありません。ビッグキャノンを構えた状態でもですね、落ちてこなかったりします。復刻版のビッグコンボイは足元この部分がちょっと緩かったりしましたが、これも結構しっかりしてますね。固めになってます。ビッグキャノンはここのつまみを回すことでミサイルが発射します。3体のビッグコンボイでビッグキャノンゴー。はい、それではいろいろ見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ビーストモードのマンモスの時にもちょっと話しましたけれども、おもちゃとしてはですね、全く同じ形のものではあるんですが、カラーリングが変わるだけでそのキャラクター性だったりとかストーリー性っていうのもいろいろ変わってくるような気がして面白いですね。自分の中でですね、脳内設定でいろいろですね、設定を付け加えたり、いろいろと遊びの幅も広がっていて、面白くなると思いました。はい、それでは今日ご紹介いたしましたのは、タカラトミーモールより発売のトランスフォーマーレジェンズ LGEX ブルービッグコンボイでした。今回はですね、 LGEX ということでトランスフォーマーレジェンズのですね、スペシャル版が発売されましたが、なんとですね、来月3月にはまたですね、レジェンズの EX 版としてなんと、ビッグパワードが発売されますね。トランスフォーマーの3体入ったセットになっているので楽しみですね。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想がある方はぜひコメント欄の方にいろいろご記入ください。皆さんの感想などお待ちしてます。では今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クロウでした。さよなら、バイバーイ。